ラストシンデレラは2013年4月11日から6月20日まで毎週木曜日22時22時54分にフジテレビ系の木曜劇場枠で放送された日本のテレビドラマ主演は篠原良子キャッチコピーは女の本音 VS 男の本音ちょっとエッチな大人の恋物語彼氏いない歴十年の恋に不器用な十九歳独身の親父女子を 主人公に女の本音、男の本音と共にお色気描写を交えて恋愛模様を描く大人のラブコメディ。平均視聴率は15.2%、最高視聴率は最終話の17.8%を記録した。最終話の瞬間最高視聴率は22時56分、57分、59分の3時点でクライマックスシーンの20.9%。 放送当時、日本のテレビドラマでは、性的描写が自粛傾向にあったが、フジテレビドラマプロデューサーの中野俊之は、大人の恋愛を描く上でエッチな話や行為を、避けるのは逆に、不自然であるとして、お色気シーンはリアリティを追求するためにも必要なものとして多く盛り込んでいる。また、表現については、健康的で明るいコントのようなスタイルをとり、卑猥さや、 生々しさを避けるように工夫され、視聴者が学校や職場などで気軽に話題にできるテレビ的エンターテインメントの原点を追求している。これらの反響は大きく、視聴率は初回から第7話まで一度も数字を下げない右肩上がりを記録した。これは1989年に日本で視聴率がデータ化されて以来民放の連続ドラマでは史上初のことである。 初回から7話連続視聴率上昇という記録は、当ドラマの次のクールに放送された、半沢直樹に抜かれるまでは、民放の連続ドラマ史上最高記録であった。放送後の見逃し配信は、フジテレビオンデマンドで毎週火曜日16時に、最新話が追加配信されている。この他、YouTube の番組公式動画があり、本作のお色気シーンを集めたダイジェストは、 掲載から2週間で40万再生を記録している。ヘアーサロン、ハッピーゴーラッキー吉祥辞典で副店長を務める美容師の遠山桜。彼女は美容師としての腕は確かだが、自分のことには無頓着で、私生活は自堕落。10年間彼氏がいなく恋の仕方も忘れている。ある日、自分の顎に髭が生えていたことが発覚して、ショックを受ける。 そんな中、新店長で同期の立花林太郎と BMX ライダーの佐伯、木、広人と出会ったことで桜の人生に転機が訪れる。人物の名は公式サイト相関図、オンデマンド放送で確認できるものに基づく。ありがとうございます。